フラットホーム、宮古島駅は、大阪府大阪市宮古島区宮古島本通り3丁目に、ある、大阪市高速電気軌動谷町線の駅。駅番号は、T17。宮古島区のほぼ中央部に位置しており、駅周辺は、商店街や医療センターがあることから賑やかである。多くのバスが発着しており、大阪メトロと大阪シティバスの要衝となる駅の、一つである。また、 かつては、市電の宮古島車庫があった場所の付近に位置する。谷町線の一部の列車は当駅で折り返す。宮古島区内の駅では、乗降客数では、上東区、中央区の草会付近に位置する京橋駅、北区との草会にある桜の宮駅に次ぐ3位となっている。大日よりホーム端にある古いタイプのゴミ箱島式一面二線の地下駅。帯型に折り返し線があり、 平日のラッシュ時には、分の里、切れ売り割、八尾南方面行きの始発電車が発車する。土曜、休日は一往復のみ東駅八尾南間で運行されている。東駅は東梅田関区駅の所属である。改札口は一箇所のみ。地上への出入り口は五箇所で、東梅田よりに1の4号出入り口、第2地よりに5号出入り口がある。詳細は、 外部リンク先を参照のこと。当駅ホームの大日寄りには他の駅では見られないタイプの古いタイプのゴミ箱が現存している。2020年11月10日の1日、乗降人員は3万608人である。谷町線の他路線との乗り換えのない駅では最も多い数値である。駅上の都市も通交差点あたり、駅周辺は宮古島区の中央部に位置しており。 交通の要衝ということもあって賑わっている。東駅真上には、宮古島通りと、指導赤川天王寺線が交差しており、交通量は多い。交差点名は、と島本通り。宮古島本通りの名称はかつて地上を走っていた、大阪市電の電停名でもある。地下鉄宮古島バス停もより停留所は、地下鉄宮古島となる。以下の路線が乗り入れ、 大阪市ティバスにより運行されている。2013年4月1日から2014年3月31日までは、宮古島区バスも走っていた。なお、当駅から徒歩すぐの大阪市立総合医療センターには、バスターミナルがある。1998年10月の調査結果では、地下鉄宮古島停留場の1日の乗車人員は3995人で、ある。これは、 大阪市営バスの停留所中、5位である。ありがとうございます。